松坂大輔さんです。大きな拍手でお迎えください。では、松坂さん、はい、皆さんに一言ご挨拶お願いできますか。はい、おはようございます。おはようございます。まあ、今日は暑いですけど、本当先ほども言われましたけど、まあ、水分補給とか、ちょっとでも体調がおかしいなと思ったら周りの大人に、すぐ声をかけてください。なんとか、皆さん最後まで元気に、まあ、楽しい時間を、一緒に過ごせたらと思います。今日はよろしくお願いします。ナイスボール、ナイスボール、ありがとう。はい、松坂さん、どんどんね、みんなと交代しながら、入れ替わりながらキャッチボールしてくれるということなので、楽しみにしてください。このボールを受けたいって思ってるのは監督やコーチかもしれません。ナイスボール。みんなコントロールいいな。お願いします。あ、いいよいいよ。下からでいい。中学生、高校生だから知ってる。全体的なアドバイスをまた改めてもらって、そしてその後は質問コーナーに行きましょうか。食べることとたくさん寝ること。もともとはたくさんご飯食べられる。まあまあ、でも本当にたくさん食べることと、あとはこうたくさん練習したら休むことが大事だから、だから睡眠時間は、寝る時間はたくさん取った方がいいと思うよ。そうしたらもう体大きくなるし、背も伸びるし、たくさん食べて、ね、こうやってまあいつもねトレーニングしてるから、もうたくさん練習したらたくさんご飯食べられるでしょ。そしたらたくさん寝る。これ本当大事だからね。みんなも聞いたことあるんだけどね、大谷選手もめちゃくちゃ寝るっていうから、それだけ寝ることは本当に大事だと思うんで、睡眠時間はたくさん取ってください。今まで対戦した中で一番良かったバッターは誰ですか？おお、一番良かったバッター、日本人、メジャー、全部で。そうですね。流れ的にこう、イチローさんとかって言わないと、あと怒られそうな気がするんですけど、イチローさんはもちろんです。はい、イチローさんはもちろんです。やっぱり僕は中学生から見てた、日本でナンバーワンの、バッターだったので、間違いなく僕の中では、ナンバーワンの、バッターだと思います。アメリカ行ってからはですね、僕は、すごく難しいバッターだなって思ったのはヤンキースの、デレック・ジーター選手ですね。はい、僕はホームランバッターっていうのは結構得意だったので、もうちょっと大きくなったら分かるんですけど、ホームランバッターって結構投げやすいんですよ。
で僕も単位的にはこういわゆる打率を高い打率を落とす、まあ、あのバッターが苦手だったので、はい、やっぱりその、まあ、イチローさんもそうですしヤンキースのジーター選手も、すごい難しいボールを、ありえない方向にホームラン打たれることもあったので僕の中はまあそのイチローさんとデレック・ジーター選手ですね。はい、お願いします。この前、ね、大事な大会で自分が投げてサヨナラ負けをしました。それから負けるのが怖いという気持ちが出て思うようなプレーができない時がありました。松坂さんはその時どう乗り越えますか？すごくいい質問ですね。まあ、僕も、まあ、小学校の時から、まあ、エースで、4番打たせてもらったりとか、まあ、そういう状況があったの で、まあ、自分のせいで負けてしまったこともありましたし、やっぱりストライク入らないで負けた後なんかはやっぱりこうピッチャーをするのが怖くなったり、することはあったんですけど、もう自分もちろん自分負けたことで練習をすることも練習をするようになることも大事なんですけど、僕はやっぱり友達とか監督とかコーチに言葉とか練習で、まあ、支えてもらったり、またその自分がうまくいくように練習とかもちゃんと考えてもらって、試合の時の、気持ちとか自分がその試合投げるの怖い、出るの怖いって思っても自分の代わりの選手は、まあ、当時いなかった、僕らの小学生9人しかいなかったので、ね、自分が出たくないって言ってもそういうわけにいかないし、どんなに怖くても試合に出なきゃいけなかったんですけど、その、なんだろうな、心もみんなに言えること言えることなんですけど、まあ、怖いこととか苦しいこととかにこう、立ち向かっていく、うん、それをどう乗り越えようかって考えていることっていうのは大人になってからともすごく生きてくることだと思うので、うん、やっぱ最後乗り越えるのは自分の力かもしれないけど、そうするためにはどうしたらいいかっていうのを自分で考えたり、まあ、お父さんお母さんとか、監督コーチに聞いてその野球に取り組むことが大事だと思います。まあ、すぐにの、ね、乗り越えられないかもしれないけど、そういう自分が、苦労していることとか、恐怖を感じていることにこうやっぱり立ち向かっていく姿勢っていうのが大事だと思うの で必ずその壁は乗り越えられると自分を信じて、練習頑張ってください。はい、はい、まあ今こうバーッとこう全体的に見て、はい、まあ、みんな多いのがやっぱりちょっと踏み出す足が開いてしまう子が多いので、はい、さあみんなちょっとじゃあ松坂さんのところ、まあ、試合の時、まあ、僕はプロ入ってからも試合の時やってますけど、まあ、プレートがあって、まあ、三塁側踏むか真ん中踏むか一塁側踏むかっていうのはみんな好き嫌いがあると思うんだけど、僕はいつも三塁側の方、プレートの三塁側の方に、右足軸足を置いて投げるんですけど、その時に、かかとからまっすぐ線を引くんですね。うん、よく見てよみんな。僕の場合は、まあ、大体自分の足の、6歩半というのが自分の、長さだったんで、まあ、それも自分でこう合わせてそこに線を引いて、まあ、このライン上と自分が横に線を引いたところにつま先を
持ってくるように、僕はもう練習の時から試合の時からやっていたので、みんなもこうマウンドに立つ時に、まあ、立って自分 の, そのかかとからまっすぐこう線を引いてもらって、このライン上に踏み出す足を置く、置いてくる、それをまずやってもらったわけです。これはまあ特別なことじゃなくて、基本的な足の使い方だと思うので、まあ、これがみんな体大きくなってきたりすると、多少開いててもそっちの方が投げやすかったりするし、このラインよりも内側、よくインサイドステップって言われるので、その方が投げやすいと思うので、そこからまたみんな大きくなったら、自分で考えてどの投げ方が自分に合うか探してもらえたらと思います。やばそうだね。まあ、今わざとね暗い宇宙に行ったけど、普段はこう宇宙間とか左中間に低いライナー打つことを意識してる。どうしようかというと、暗い上げを落とするとさ、僕も人握りだこうってなっちゃうしさ、そうじゃなくて、こう顎はやっぱり上がらないようにバッティングは常にこうセンターとか宇宙間に低いライナーを打つ意識、練習はね、うん、試合の時はそんな全然、うん、練習で普段やってるから普通に立っても打球は上がるし、うん、練習の時はなるべく低く強い打球を打つ練習、うん、結構ね、メジャーリーガーとかホームラン打てる選手とかでも最初みんなこう低いライナー打ってる選手が多いから、はい、そう試合ではねもうバンバン遠くに飛ばすけど、ね、アメリカ のホームランバッターでも最初はやっぱりみんな低いライナーを打つようにみんな意識してバッティングしてるから、はい、うん、それを取り入れてもいいかもしれないね。はいはい、でもね、練習から遠くに飛ばしたいもんね。はい、大江さんもそうだから。そういうことをちゃんとやるようになったら高校生になってからだから。ライフプランナーの皆さん、玉拾いのご協力、お手伝いよろしくお願いします。もちろん気持ちよく触れるってことも大事だし。上がりになったら無理しないでくださいね。うん、暑いので。ちょっとこうね、上のレベルの練習ってなると、今度はこう大きいドーンって練習でね、遠くに、まあ、後に遠くに飛ばす練習も大事だけど、試合でそんなにね、多く打てるわけじゃないし、どっちかといえば試合ではこう低くて強い打球を打ってた方がヒットとかにもなりやすいから、はい、うん、それもちょっとだけ覚えておいてもらったらいいかなと思います。はい。はい、